はい、どうも、アイメロンです。エキトスエクストラバースと本日もやっていきたいと思います。今日から、イベント、お月見バニーガールの宴の後半戦がスタートしました。後半戦のピックアップキャラは、サジ元宝となっております。では見ていきましょう。はい。サジ、何気に久々ですか？ちょっと前に SR では、学園祭の時に、SR で出てましたけど、SSR だと、バーストフェス以来ですかね。だから何気に、久々の登場ということで、はい。サジなんですが、まあ、サジはね、基本全員囲いでしか出てこないんで、まあ、今回はね、全員ということで、まあ、どんな性能になってるのか見ていきましょう。はい。ペッタン準備中、サジ元宝。光属性の武器がお家で、前衛となっております。引き出すスキルが、熟練餅つき。光属性投資の回心率、17% 上昇。新アイドマックスで、光属性投資の回心率、35% 上昇となっております。通常スキル、一つ目が、ラピッド、ラビット。15秒間パーティーの行動間隔を 25% 短縮する。二つ目。うさみみパワー、60秒間パーティーの回心率を 20% 上昇する。三つ目、トップスタンプ。敵一体に威力 100% の光属性攻撃を1回行う。特性、余ダメージの 10% を吸収する。追加効果、15秒間全体の中から味方1人の行動間隔を 10% 短縮する。エクストラバーストが、ペッタン餅つき。すべてのパーティーにバリアを付与する。バリアの耐久力は使用者の防御力の 25% となる。追加効果、パーティーの次に使用するスキル EB の威力を 1.7 倍にする。EB プラス1500となっております。はい。まずはリーダースキルから、いつも通り見ていきますか。リーダースキルは回心率上昇ということで。まあ、何も言うことはないですね。海賊性の回心率が、35% 最大上がると。はい。まあ、メインパーティーで使うことはほぼないかなと。使うとしたら、まあ、サブパーティーで、火力の底上げに使うかなぐらいですかね。はい。じゃあ、通常スキル見ていきますか。通常スキル一つ目、行動間隔短縮バフですね。1T45 秒に対して、15秒間 25% 短縮と。スキルレベルが上がると、上昇値じゃないや、短縮ではなくて、秒数が伸びると、最大23秒まで伸びるということ。うん。あ、25%。まあ、高くもなく低くもなくでしょうか。うん。まあ、全員でもね、スキルレベル上げると 30% 短縮するキャラがいるんでね。まあ、そういったキャラと比較すると、まあ、若干劣るぐらいですが。まあまあまあ。でもスキル1でね、行動間隔短縮持ってるのは偉いですね。トータで、特にね、本当にコンマ何秒を争う場合では、スキル1で行動間隔短縮するか、スキル2で行動間隔短縮するかでも、うん。タイムにね、影響してくるんで、スキル1でね、まず、行動間隔短縮してるのは偉いですと。で、2個目のスキルも、これもバフと。2個目のスキルは回心率上昇ですね。はい。まあ、CT と効果時間一緒なんで、まあ、SP さえつけなければ常時、回心率を上げることができると。その代わり、上昇値は 20% と低めになってますと。スキルマックスで、スキルレベルマックスで 30% と。うん。いった感じですね。なんで、余ダメージ上昇バフは、持ってないと。で、3つ目のスキルが、吸収スキルですね。はい。CT0 で、威力 100% の攻撃して、まあ、10% 吸収すると。これ持ってるとね、特に、ダメランとかでは、SP つけない限りは、まず落ちることはないので、まあ、非常に耐久性に、まあ、優れたキャラとなってますね。まあ、反面 SP 消費が激しくなるんで、うん、装備はね、かなり気を使ってあげないと、うん、後半息切れして、回復もできないし、バフもかけ直せなくて、うん、まあ、だいぶ失速してしまうんで、まあ、SP どれだけ漏れるかが、結構重要になってきますね。こういった系のキャラは。で、プラスで、まあ、行動間隔 10% 短縮のバフを全体にばらまく。はい。で、
エクストラバーストが、バリアと、1.7 倍バフと、EB プラス、500というか、500余剰で回収できると、いったスキルになってますね。はい。似たようなキャラで、ケイちゃんがいますね、水属性の。ケイちゃんも、バリアプラス、1.7 倍バフプラス、EP1500 と。ケイちゃんの方がコスト低いんで、多分防御力の、多分 20% なんじゃないかな。耐久力は。なんかまだ他人、うん。全く同じだと。コスト上がってる意味はないんで。あ、ごめんなさい。EB レベル上げちゃってるんだ。あ、一緒だ。全く一緒だった。ケイちゃんと一緒ですね。EB レベル1の性能は。防御力 25% と 1.7 倍バフと、EB1500 と、プラス。はい。ただ、ケイちゃんと決定的に違うのが、ケイちゃんの方がコストが、1段階下なんで、EB レベル上げやすい点ですね。同士の極意、金のやつで上げられるんで、僕はもうね、ケイちゃんのレベル5まで上げたんで、ケイちゃんのレベル5まで上げると防御力の 40% と、あと、一番ここがでかいですね。パーティーのフィニッシュをするスキル EB の威力2倍にするんで、バフの性能も上がるんですね。はい。まあでもそっか、防御力の、バリアの性能気にしなければレベル4度目でもよかったのか。まあまあまあ。あ、ケイちゃんはね、コース31かな。いや、30か。30の投資なんで。まあ、EB レベルも上げやすいですが、まあ、今回のね、サジは、コスト34なんで、まあ、EB レベルをね、気軽に上げられないんで、そこでね、なんだろう、ちょっと差が出ちゃうかな。うん。ここね、コスト、ケイちゃんより上なんで、うん、もうちょっとね、EB の性能、上にして欲しかったですよね。EB レベル5まで上げても、結局ケイちゃんと性能一緒なんで、うん、あまり、コストが高い、なんか強みがあんまりないですよね。うん。まあもう総評に入っちゃってますとか。まあじゃあリーダースキルも見ていきますか。リーダースキルはまあ汎用性高いんで、うん。まあダメランだったら使う余地あるかな。エンパティで運用する分にはまあ使うことはまずないと思う。まあ使うとしたらダメランのサブパーティー。まあ、もしくは、クワタのサブパーティーとかになるかなって感じですかね。はい。で、バフは、うん、優秀ですね。ケイちゃんの場合は、バフの性能はね、そんなに高くないんで、反対攻撃引き受けと、余ダメージアップだったっけ？この感じだか。あった！ちょっと性能が似てるんで、ケイちゃんと比較してますが、あ、ケイちゃん行動価格短縮と、反対攻撃するとか。で、数値も 20% なんで、なんかここは、ケイちゃんに勝ってますね。5% 上なんで。まあ、効果時間がね、その分短いですが。まあ、でも、スコア上だとね、どっちかっていうと、短縮時間よりも、何%短縮できるかの方が、僕は、重要だと思ってるんで、うん。まあ、5% だけとはいえ、まあ、数値の高い、まあ、サジの方に若干部があるかなと。まあ、でも違う属性と比べてでもあれなんで、まあ、光で見ますか。光で対抗となってくるのが、そうだなぁ。うん。まあ、ドーマンはどっちかっていうと、うん、スコアとのメインパーティーというよりはダメランで強いタイプなんで、性能が似てる。ロスバイスと比べますか。ロスバイスもね、エクストラバーストで EP プラス1500ついてるんで、EP 回収要因としては、まあ、どっち使うかっていう選択になってくると思うんですが、まず、バフはね、ロスバイスが持ってるのは、余ダメージアップですね。まあ、2周3周することは、基本スコアとでは想定しないんで、1周目だけで考えると、20秒間の余ダメージで 20% 上昇ということ。で、2個目が単体攻撃引き受けなんで、まあ、バフの性能では完全に、まあ、今回のサージが勝ってるかなと。いった感じですね。コード感覚端子と思ってないんで。うん。で、EB も、ロスバイスがダメージなんで、スコアだとあんまり、
あんまりなんですよね。まあ、ただ、ピカゴーカーのね、敵のヒダメージ 20% で、これはまあ偉いですね。あの、中衛の火力の底上げになるんで。うん。に対して、今回のケイちゃんは、ケイちゃんじゃない。考えるより先に拳を出す。ごちゃごちゃになってきた。サージか。サージは、1.7 倍バフなんで、だからまあ、今回のサージを取りに行くかどうか、このね、1.7 倍バフを活かせるかどうかが結構重要になってくるかな。うん、ただ、光属性って結構自前で 1.5 倍バフ ?LGB の色と 1.5 倍バフを自前で持ってるキャラが多いんで、結構ね、この、サージのバフをね、まあ、最大限活かせるキャラっていうのは光属性正直あんまりいないんですよね。うん。一番相性がいいのは、まあ同じイベントなんで、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、カウンですね。今回実装されたカウン、イベント前半戦の、まあ、ピックアップキャラですけど、カウンは、あの 1.5 倍バフ持ってないんで、うん。この EB のね、火力の底上げに、まあ、大きく貢献できるという、まあ、非常に相性がいいキャラになってますね。ただそれ以外で言うと、まあ、特に最近実装された光属性キャラだと、まあ、大体みんな持ってるんですよね。1.5 倍バフを。エリナも持ってるし、うん。バーストヘッド、バーストヘッドじゃないか。なんだろう。まあ、バーストチェンジ損作も持ってるし、Cさんも持ってるし、呂布は持ってないですけど、まあ、このキャラはね、EB がダメージソースになってるキャラではないんで、まあ、そんなに、恩恵としては薄いかな。で、惑災のお姉さんも持ってるし、惑災のお姉さんに至っては威力2倍バフなんで、むしろ弱くなっちゃいますね。タジのバフを使っちゃうと。まあ、だから、カウンを除いて、時点で活かせるのが、まあ、孔明かなと。孔明も一応 1.5 倍バフ持ってるんですけど、スキル1で、バフつけて、すぐ解消されちゃうんですよね、スキル2で。なんで、まあ、結構使いづらいっていうのと、まあ、仮に使えたとしても、エクストラバースね、速攻で2回打てるんで、うん、結局2発目には 1.5 倍バフ乗せるのは難しいというか、45秒待たなきゃいけなくなっちゃうんで、うん、開幕速攻ダメージ出したいのであれば、まあ、まず1個目のスキル使ったと同時に、孔明の EB を使って、で、スキル2、3使った後に、EP が溜まる次第、また、あ、サジの EB を打って、それで、2回目のエンジェルソングを打ってあげれば、まあ、孔明の火力を最大化させることができるんで、まあ、孔明もね、比較的、今回のサジの EB のバフを活かしやすいキャラかなと思いますね。まあ、その2キャラぐらいかな。相性が今、カウンと、今回の孔明ぐらいかなと思いますね。うん、EB がダメージソースになってるキャラで、今回のバフを最大限活かせそうなのは、僕はその2キャラぐらいかなと思いますね。クリスマスお姉さんもまあ活かせるって活かせるんですけど、このキャラも、まあ、EB でダメージ出すっていうよりは、どっちかっていうと通常スキルでね、ダメージ稼ぐタイプなんで、そうですね。まあだからその2キャラかな。ですかね。おっと、そうだ。まあ、なんで、そう、あんまりね現状だと、まあ、このサジの EB のバフを活かせるキャラっていうのは限られてくるんで、汎用性っていうのかな。まあ、結構ね、この 1.7 倍バフを活かそうって考えすぎちゃうと、もう結構。固定されちゃうというか、メンツが。うん。なんで、あんまり深く考えなくてもいいのかな。単純に、通常スキルのバフが、そこそこ優秀で。うん。まあ、EB の 1.7 倍バフも、まあ、使えたらいいかな、ぐらいに、抑えておけばいいかなと思う。少なくとも、光属性限定で見たならば、まあ、ロスバイスよりは、バフの性能も、あと EB のバフの性能も、
まあ、上なんで、うん。まあ、だから、まあ、取っておくべき人っていうのは、まあ、光属性？光属性縛りが来たときに、スコアタですね。スコアタで光属性縛りが来たときに、も、まあ、上位目指したいとか、うん、光属性ガチリたいって人であれば、まあ、取っておくべきキャラかなと。って感じですね。逆に属性縛りがないのであれば、まあ、今回のサージを使う理由は特にないのかなと。まあ、それこそさっきの水属性のケイちゃんであれば EB レベルも上げやすいんでね。今回のサージよりも、まあ、性能の高いバフをかけることができるんで、まあ、無理してね、このサージのエクストラバーストレベルをね、4まで上げて使うとかするよりは、まあ、全然いいのかなと。4まで上げてやっと、ケイちゃんと互角というか、うん。まあ、なんだろう。まあ、EB レベルはいくら上げても、ケイちゃんと並ぶことしかできないんで、超えることはできないんで、まあ、コスパがすごい悪いですよ。まあ、なんで、うん。まあ、少なくとも他の属性にまで持ってって使えるほどの性能ではないですね。うん。あくまで光属性縛られた時に、まあ、メインパーティーに入ってくるかなぐらいの性能なんで。まあ、だから、まあ、そんな、飛び抜ける性能ではないですと。って感じですね。まあ、なんで結構取りに行くか迷うラインではあるんですが、うん、正直なくてもいいぐらいの性能だとは思うんですが、前半戦ね、カーンをスルーしてるし、まあ、サジはね、結構、好きな方のキャラなんで、ちょっと取り行きますか、今回は。うん。で、混ざってるのが、クリスマスお姉さんと、これは？あ、風のハックフか。うん。このキャラ僕持ってないんで、今回ローディング入ったとしても確定じゃないですね。うん。確かこの時のイベント全キャラスルーしたんだよな。浮きつと、孫作と。あと誰だっけ？あれだ。いつも名前ど忘れする。トータクだ。トータク。トータク光属性ですけど。時にね、全スルーしちゃったんで。今回のこの孫作持ってないんですが。なんかローニングが今回は入っても確定じゃないですね。で、龍玉も一応ギリギリ優勝回しても天井届くまではあるんで。まあじゃあちょっと、怖いですが出るまで行きますか。はい。じゃあ、やっていきましょう。まずは、いつも通り優勝から2回やっていきたいと思います。じゃあ1回目、おう。ああ。うわぁ、ごめんする。人事を今回、孫作も持ってないんで、実質、ローディング入る確率は2倍と。ただ、ギブってるね、ダメって。なんか音、出た？あ、ピックアップでしたね、でも。お姉さんの方か。おめでとうございます。はい。じゃあ、2回目。頼む、ここで出てくれ。ゴー！ローディング。もうちょっと。あ、ローディング入った。ローディング入ってたよね。多分入ってると思う、これは。入ってると思うけど、ただ今回は確定じゃないと。入ってるね。入ってるけど、ここで 50%。さあ、50% 取れてるか。なんか、まあ、正直自信はないけど。さあ、どっちだ？なんかめっちゃ超秀でるな、あるの。どっち？ああ出た、よかったー、引けた 50%。 あなたが命燃え尽きるまで戦うのよ。あぶねー、久々にここで出せた。つまりね、なんとか優勝で収まった。はい、なんとか無事出てくれました。よかった。
じゃあ、さっちゃんはここで終了ということで。考えるより先に拳を出す。じゃあ、どうしようか。クォーターだけか。クォーターだけ見て、終わりますか。今日が金曜日だから、この後、3日、ちょっとぐらい。金土日で、もう終わっちゃうんですが、今週は、まあ、無属性ということで。うん。結構やりました、今回は。いつもはね、結構月曜日だけやって、あと放置っていうことが多いんですが、今回は結構やりました。てか、メンテ入る前に結構やってて、そう、伸びましたね、そこそこ。今が、127万3千で、まあ、5位ですね。ただ、今回は結構上から下まで、僅差で、うん。5位とは言っても、かなり差がない5位なんで、うん。全然予断を許さないですね。全然ここから、10位以下までまくられることもあるのかなと。うん。10位、11位でも、だってる、126万7千ですよ。で、そっから126万9千、9千、9千で、うん、7万3千と。ほとんど差はない。1秒ちょっとぐらい？なんか17、171で。10位の方。1.5 秒ぐらいしか差はないんで、全然まくりありますね。うん。そう。てか僕もメンテや、入る前にやるまでは、全然トップ10圏外でしたね。12位とか、3位とかなんかそこら辺でしたからね。そう。今回、まあ、風属性？いつも無属性って、まあ、闇属性一強だったんですよ。まあ、ほとんど、C3、よくお組み合わせの一択だったんですが、このね、ケイちゃんと、あと、呂布と、あと、野球か、が実装されたことで、風もだいぶやれるようになりましたね。うん。闇と、ほんと、タメ張れるぐらい、強くなったんで、風も。まあ、一番の要因はやっぱりケイちゃんですね。ケイちゃんの風属性耐性っていうか、の、が、すごい数値偉いんで、ケイちゃんが実装されたことが何より大きいかなと。闇だと、わかった。あ、こんな感じですね。闇はもう、このね、やっぱり、消費と、この C さんと、メインパーティーの C さんと両方、ここら辺がね、特にシナジー良くて、うん。結構ね、この構成一択だったんですが、最近はね、風でも、闇とね、互角以上に戦える、ってのになってきたんで、そう、僕闇ね、全然スキルレベル上げてないんですよ。だから、あの構成真似しても、トップ10圏内は無理だったんですね。そう。だからまあ、今更闇を上げるよりは、ちょっと風をね、ガチってみようかなと思って、諸星の知恵を、追加でね、ケイちゃんとかにぶっ込んで、まあ、それでタイム伸ばしたって感じですね。それまではケイちゃんとかレベル上げてなかったんですが、やっぱり、ケイちゃん、レベル上げることによる、ダメージの期待値全体底上げする期待値がすごい高いんで、まあ、ローシーの試合ある限りぶっ込みましたね。なんかまだ他人ってなったんだけど。ケイちゃんが、まだマックスにはなってないんですけど、レベル6まで上がりますね。うん。ずっと2で使ってたんですけど、2だとやっぱり、まあ、どうしてもね、10位以内がちょっと厳しそうだったんで、まあ、いつもだったら別にそんな無理して、どうしようしよう使ってまで、を上げたりはしないんですが、まあ、今回ちょっと風属性に可能性をすごい感じたんで、うん、突っ込んじゃいましたね。で、まだ伸びしろもあるんで、うん。まあ、ケイちゃんね、スキルレベルも、同士の教えが、またね、手に入ったら、追加で上げていこうかなと思いますね。はい。あとは、野牛か。野牛も、
結構スキルレベル上げました。7まで上げましたよね。うん。5度目だったんですけど、7まで上げて、まあ、火力をちょっと上げました。6は変わってないですね。6は、なんで3になったんだろう。結構使ったのかな、ちょっと覚えてないですけど。6は、特に変えてないです。はい。6スキルレベル3、ヤギュー7、ケイちゃん6で、まで上げて、考えるより先に拳を出す、まあ、そこはちょっと伸ばしたって感じですね。うん。はい、そんな感じですね。まあ、無属性、闇属性一強じゃなくなったのがすごいいいですね。風が強くなって。で、2位の方は光属性でも、ね、やれてるっていう。まあ、全然ポテンシャルはあると思うんですよね、光属性も。まあ、僕は、ちょっとね、スキルレベル、やっぱり、C さん、公園の C さん、もしくは、他公園は光属性耐性低下持ってるんで、そこら辺がね、スキルレベル上げれれば、光でもやれると思うんですけど、僕どっちも上げてないんで、やっぱり光属性耐性 30% 低下まで上げないと、うん、光属性でやるのは難しいと思うんで、そうですね、光だとちょっと真似できなかったですね。うん。この前の孫作はね、スキルレベル上げたんで、光もね、ちょっと頑張りたいとは思うんですけど、うん、まあ、さすがに同士の教えが全然足りないんで、今回は、光じゃなくて、ちょっと風で頑張ってみます。はい。まあ、ただ結構ね、トップ10圏内は、熾烈な争いになってるんで、まだまだ、週末でどうなるかはちょっとわかんないですね。はい。まあ、じゃあ今日はね、この辺で終わりたいと思います。まあ、久々に、ガチャ優勝で出てくれて、うん。まあ、流玉もね、だいぶ節約できたんで、よかったです。はい。ではまた次回見てください。バイ。